V はアメリカ合衆国の SF テレビドラマである。ABC により2009年11月3日から2011年3月15日まで全2シーズンは放送された。ケネス・ジョンソンによる1983年の同盟のミニシリーズをリーマジニングした。この新シリーズでは地球に到着し、表面上は友好的な態度を装いつつ、裏ではある企みを抱いているエイリアンが描かれる。 出演は、モリーナ・バッカリン、ローデス・ベネディクト、モリス・チェストナット、ジョエル・グレッチ、ローガン・ハフマン、チャールズ・メジャー、エリザベス・ミッチェル、ローラ・バンダーボート、スコット・ウルフ。制作指揮は、スコット・ローゼンバウム、イブシモノー、スコット・ピータース、ジェイス・ホールである。制作会社は、ザ・スコット・ピーターズ・カンパニー、HD ・フィルムズ、ワーナー・ブラザース・テレビジョンである。 世界29都市の上空に巨大な宇宙船が出現し、そして地球外生命、ビジターの美しくカリスマ性のあるリーダーのアナは平和的交流を提案した。ビジターたちは地球のわずかな資源を必要とするだけであると主張し、それと引き換えに彼らの高度な技術や医学知識の共有を提案した。やがて一部の人間たちは、 表面上有効を装うビジターたちを疑い始め、そして FBI テロ対策エージェントのエリカ・エヴァンスは異星人が人間に化けているだけで実際には爬虫類型の生物であり、数十年にわたって地球の政府、経済、宗教に侵入しており、現在すでに地球占領計画の最終段階にあることを知る。エリカは元ビジターの潜伏スパイでありながらも、 人類側に寝返った、ライアンらが所属するレジスタンス、第5部隊に参加する。しかしながら彼らのレジスタンス活動は、ビジターが様々な病気を治して、地球の人々から支持を得ているために難航し、そして皮肉にもエリカの息子のタイラーを含む、ビジター支持派の若者たちこそが、最大の障害となるのだった。しかし、一方で、アナの娘リサがタイラーと親密になって、エリカへ、 そして、第5舞台へと接近。ビジター側でも親子の対立が始まろうとしていた。2009年5月に、スコット・ピータース、ジェイス・ホール、スティーブ・パールマン、ジェフリー・ベルの制作葬式で発表された。2009年8月10日にパイロット番号のエピソードの撮影が始まった。2009年9月、同年11月に4話が放送され。 残りエピソードは2010年の冬季オリンピック後の2010年3月からになると発表された。残り8話の制作は2010年1月に始まった。2010年5月13日、ABC は第2シーズンの制作を発表した。第2シーズンは2011年1月4日に開始されたが、全13話の予定が10話まで短縮された。2011年5月13日、 ABC は V の打ち切りを発表した。第1シーズンはメタクレティックで100点満点中67点を獲得した。E、オンラインでは10点満点で11点とされ、我々がこれまで見た中で最も優れたパイロットと書かれた。USA Today のロバート・ビアンコは彼のトップ10番組リストに V を入れ、リメイクは格好が良くそして、 すぐにそれ自身のアイデンティティを確立すると述べた。キング・フィーチャーズのエンターテインメントレポーターのシンディ・エレイフスキーは V は新しいテレビ番組では断然素晴らしい。特殊効果は映画、脚本は知的、そして演技は非常に良い。最初の5分だけであなたはシーズン全部を見たくなるだろう。と述べた。第2シーズンはメタクレティックで100点満点中49点を 獲得した。リーマジニングされたシリーズは、バラク・オバマの大統領職のアレゴリーであると複数の評論家が解釈している。アメリカ合衆国での第1シーズンの視聴者数推移。2009年11月3日に放送されたパイロットエピソード、来訪者は1430万人の視聴者を獲得し、18から49歳の視聴率は5.2を記録し、 2009年10月期としては最高となった。第1シーズンの最初の4話は平均視聴者数975万人と18から49歳の平均視聴率3.4を記録し、テレビシーズンで34位となった。第1シーズンの残りは2010年3月に放送が開始され、そしてシーズン後半の終わりまでには平均視聴者数572万人、 18から49歳の平均視聴率2.3、ランキング89位まで落ち込んだ。第2シーズンは平均視聴者数693万人、18から49歳の平均視聴率2.5を記録し、2010年11月期としては75位となった。ありがとうございます。